ぐるちょもちょも、ぐるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん、ルックアトミ、クルプシです。ルックアトミ、サナちゃん、チョモラです。はい、やってまいりました、クルチャモチャンネルロケでございます。この外人かぶれがすごいね、 M にはたまんないこと。今日はですね、初企画、ついについに SM SM をロウソクでやってますから。2人ですね、あんまりやってこなかったものをやってみようと思いまして、うん、やってこなかったもの今日は、競艇に挑戦してみたいなと思います。掛け事を続けると破滅します、まあ、今年はちょっとギャンブルやめとこうかな。なるほどね。酒、タバコ、ギャンブルはダメ言うてギャンブルは割とやってきたんですよね、俺よりは。いや全然そのめちゃくちゃやってたわけじゃない。あ、でもちょこ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 もやってない。あ、そうなんですか、うん、勝ったことあるんですか。勝ったことある、スロットね。あ、スロットね、うん、似合うな。でも3回でやめたよ。あ、3回、うん、高校生の時にね。ごめんね使えないから本当にもう事故やろ今日はですね、江戸川競艇場という、ところに。うわー、すごいね、あの車の数が。怖いよ、怖いね。帰りウハウハになってるか沈んで帰るか分かりませんが、ここの駐車場代ぐらいは稼ぎたいな1000円でしたけど。1000円。今日はね、2人で初のボートレースに、挑戦してみたいと思います。それではいきますよ、レディゴー。入場券100円です。そう、100円で入るっていうことで ね、あれでしたけど、知らんかった、知らんかったからちょっと手間取ってもったけど。空港みたいね。いや空港や、これほんまに。あ、空港やでこんな完全にすごい。これが少なけん。なるほど。ここでレースのあれとかを見て、ね、いろいろ買うわけですね。ああ、イデラックロール今イデでびっくりしたあ、ほんまやさあ、じゃあとりあえずね、うなけんを買わんことには始まらんので。そうですね、どれ買いますとりあえずちょっと僕らほんまに素人だから、とりあえずなんか一番これが倍率ってこと？どうしよう。100倍とかいっぱいあるで。240、400まである。555まで。とりあえずちょっと買ってみましょうか。はい、このよくわからん紙に自分が欲しいやつを書いて買うみたいですね。全然。なんかよくわからんまま変えちゃったんですけど42100円。ちょっとね、あの生で見たいんですけど、とりあえずちょっと場所とかも今あんまわかんないんで、ちょっとこのビッグビジョンで見ながら、なるほど、ちょっとね、初心者の第一歩やってみたいと思います。どういうことなんでしょうね、レースが始まってるのか始まっていないのか分からない。何倍なんですか、分からへん。いけたいけた、チャラコンビ。ロックは童貞じゃない。そうだ、間違っちゃった、チャラ童貞。チャラ童貞にしちゃった。船券です。厚み厚み広瀬。しもちゃんは？俺は山川寺島。おお、じゃあせっかくなんで外で行きます。そうはね、いや絶対その方がいい。出てきたんですけれども、めっちゃ目の前、こうさっき画面に映ってたボートは一台もいないんですがこれ大丈夫かな、撮れてる。寒いから早くしてほしいね。いつ始まるんだろうって。でもいいね、こう目の前に走ってくれたの。でもなんかさ、あそこにさ、江戸川バンキシャの3連単予想5ラウンド、3月予想や、
なるほどね。4が1個も入ってないっていう。ああマジか。6は6はね何個か入ってる。316、326。3がこけりゃ16っていうの。ああなるほど。4人は一切ないです。それが倍率高いじゃないですか。来たらね。ボートレースちょっとこんな感じです。すごいね。うん、すごい。6に300円なんですけど、当たったら、うん、F5 おそれ買おうかな。ってことはこれが当たれば200倍ぐらいになるわけですね。マジで何倍なんだろうね。ちもちゃんは当たったら、俺は一応今その42で100円買ってるんで、当たったら、うん、足立くん買おうかな。何倍なの？だけ。お、始まる。来た。あ、来た来た来た。早い早い。人生経験初めて競艇っていうものに来たんだけど、うん、割と分からなかったね、やり方が、うん、結構初心者に厳しいかも、うん、またやりたいですか。いやもういいから。OK ですね、はい、江戸川競艇場で、初めての、ブナゲン買って、はい、ギャンブルしてみたお送りしました。ありがとうございました。どうぞ。はい、お待ちください。はい、お待ちください。はい、お待ちください。